はいようこそお越しくださいました、はい。今回の設定というのはどうなんでしょう広瀬さん。やっと同い年になれました。あ、っ、<laughs> 同い年なんですね。そうですね。はい、あと <laughs> 今までは先輩と後輩だったんですけど。三、はいはい、分待ったから。三分じゃないで。三分じゃ。足りない。 もう何分でもこうね。遅刻したくなるような。そんなセリフだなと自分がこう恥ずかしいセリフを言ったのに、それに乗ってそれよりも上のセリフが返ってきたのでふうって思いました <laughs>、えー。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん拍手をお願いいたします。さあ、せっかくですのでね。このガラスの靴のトロフィー、皆さんにお見せいただきましょう。全然。 あれです。本 <laughs> 当堂々としてて全然多分私よりもしっかりしてるので本当仲良くしてください。はい <laughs>